はい、こんばんは、ポップです。エフェックトチャンネル、3月21日土曜日。今回は週末スペシャルということで、日経平均とニューヨークダウ、こちらの株式相場について、えー、掘り下げて解説をしていきたいと思います。えー、時間軸はね、えー、非常に、えー、長い時間軸をとりまして、中長期的な目線から解説をしていきたいと思いますので、えー、今後のね、えー、為替相場を占う上でもですね、株式相場、ぜひ注目していただきたいと思いますので、えー、よろしければ最後までご視聴ください。 それではね、日経平均のこちらのチャートが月足ベースでございますが、まず長い時間軸から見ていきましょう。 ここもとね、3月長い陰線が、こちら出来高をね、伴いまして大きく下落しているというところでございます。3月の高いところではね、2万2千円付近まで戻る場面もあったんですが、ここもとね、一旦は1万6千円まで下げて、まあ、自立反発と言っていい範囲でで、ね、1000円ぐらい反発して、今のところ終わっているという状況でございます。今まではね、ボリンジャーバンドの上限と下限こちらがね、24の期間の2シグマを取っている形ですが、 大体2万4000円から、ね、2万円という間を、ね、うろうろするんじゃないかという中で,です、ね、今回2万円を大きく割り込んでしまって、まあ、今までの、ね、値幅の4000円分そのまま、ね、下げた形となりまして1万6000円を一旦はつけたという形でございます。1万6000円というのは、ね、過去を見ていただきますと4年前に、ね、2016円につけました、まあ、イギリスの EU 離脱あとトランプ大統領の就任前というところで、ね、一旦た1万6000円をつけたというところでございますので、まあここ こ,こ、ね、非常にサポートが入りやすいというところとその前を見ていただきますと非常に、ね、レジスタンスも1万6000円で入っていたというところから、ね、今までのレジスタンスがサポートとして機能しているということで一旦は自立反発が入ったというところでございますただねやっぱり移動平均線とこちらの、えー ローソーカー市のチャートね、非常に乖離がありますので、ボラティリティが非常に高い相場が続くことは今後もね予見されるんですが、このまま戻るか下がるかといえば、結論ね、もう少し下がるんじゃないかなというところが思うところでございます。詳しくはね、もう少し時間軸を縮めていってね、見ていきたいなと思うんですが、月足ベースでいきますと、まずレジスタンスラインとしましては、明確に2万円を今までのねサポートを割り込んでしまいましたし、心理的節目としても2万円 機能ししししてておりまままたたがこ、まあ、こちらをを、ねま、万円を超ええ回復すするかかととといいいいば少し難しいかなというところでございますその前段階もですね、1万8000円という、ね、サポートが入ったり、レジスタンスになったりというラインが、まあ、薄いながらも、ねえー、ございますので、1万8000円の第一関門、そして2万円を、ね、回復というのは、えー、少し難しいかなというところでございます。一旦、ね、横ばいであった移動平均線がこれから、ね、右下下がりという形で上から降ってくるような形になりますので、 まあそちらでレジスタンスを受けながらね、下方向をどこまで掘っていくかというところが焦点となろうかと思います。先ほどからお話ししております、1万6000円に関しましては、まあサポートがついているんですが、こちらを割り込んでしまいますと、その1個下のね、1万4000円というラインでね、サポートが非常に入っている部分がありますので、まあ1万6000円割り込んでしまったら、次のターゲットは1万4000に行くのではというところでございますし、今回のね、リセッションの相場、コロナウイルスの感染拡大にとも リセッションの相場に関しては1万4000円は1回つけてくるんじゃないかなというのは個人的な見立てでございます振り返ってみますと、ね、リーマンショック等を、ね、見ていただきますと2007年のところでは、ね、こちら サブプライムローンショックということで、まあ、後期がね、景気が後退してきたというところで、まあ、リセッション入りしたという風に言われております。そして、リーマンショックの前のね、2008年の少し夏場に関しては、下げ始めまして、まあ、その10月でね、大きくリーマンショックということで下げてしまったというところが続いておりますので、まあ、こちらね、今回下げ始めてから3ヶ月ぐらいという形になっておりますが、3ヶ月で V 字回復するというのはね、なかなか難しいんじゃないかなというところでございます。今、金融市場がね、 非常に混乱している中で、金融市場だけではなくて、今後ね、実体経済の経済指標、今は人、物、金のね、動きが非常に鈍くなっているというところからですね、このままいきますと、4月以降の経済指標、例えばアメリカの雇用統計だとか消費者物価指数、こういったものはね、雇用統計に関しては失業率が上がってくるという形になろうかと思いますし、消費者物価指数、いわゆる物価の高い、安いに関して しましては、えー、少しね、えー、供給局面からいきますと、えー、供給が絞られる中、えー、需要の方もね、えー、旺盛な、えー、買いが入らないというところから物価の方も下がっていくまあ、そうなりますとね、えー、本格的な、えー、リセッション入りという形になりますのでもう1段階2段階ね、えー、下に下げてくるんじゃないかなというところでございますえー、とは言いましても、えー、自律的にね、えー、反発する可能性はありますので、えー、そういったところはね少し時間軸を縮めて見ていっていきましょう はい、こちらが週足のチャートでございます。先ほどね、お話ししたように、1万6000円で一旦は反発を出ているというところでございますが、どうしてもね、この2万円のサポートライン、過去のサポートラインというところがね、1回、2回、3回とありましたが、ここをね、超えてくるには今までのね、ロングが溜まっておりますので、こういった逃げ遅れた人たちが、売り圧力がね、非常に強くなるというところがありますので、まあ、2万円に近づくにつれてね、そういったところの売り圧力を 考えますと2万円を超えてくるのは難しいかなというところでございます1万8000円に関してはね先ほど少し弱いレジスタンスがあるかなというお話はしたんですが直近2年間で見てみますとそこまでね売り買いがないまあ、いわゆる真空地帯となっておりますのでもしかしたらこのあたりはねボラティリティ高くスルスルっとね動く可能性は強いかなというところでございますただこちらもね週足ベースでも非常にね移動平均線がこれから右下下がりで上から降ってくるということを考えればですねやはり 短期的な戻りはあっても移動平均線が近づくにつれて売り圧力が強くなっていくんじゃないかというところでございますもう少し縮めてね冷やしチャートの方をご覧いただきましょう はい、え、冷やしチャートの方はね、こちら、約ね、1ヶ月間の動きがこのラインでね、区切られているところでございます。非常にね、出来高が、大きい部分がありまして、例えば、二2万2000円から2万円の間ですね、このあたり非常に売り替えが交錯しながらも下に下げてしまった。まずね、ここの売り替えのボリュームのところは上げにくいという形になりますし、問題の2万円を割り込んだところですね、こちら明確にギャップダウンで、二2万円を割り込んだんですが、 しっかり、ね、窓を開,け開けを閉めた上でです、ね、また下がってきているというところからです、ね、この辺りでロングを組んだ方々も多いと思いますのでやはり2万円付近では売り圧力が強くなる。 そして、1万8000円ぐらいもですね、一旦下げて、反発した後の下げというところでございますので、ここの部分ね、やはり1万8000円でもレジスタンスがあるということで、今後ね、戦略としましては、1万8000円、2万円とね、戻ってきたタイミングでは、この節目でね、売りが入りやすいというところを考えますと、スムーズにね、クロス円相場に関しては、円安方向になるというところよりも、一旦はね、レジスタンスとして頭が抑えられるかなというところでございます。 そして4時間足までね縮めていっていきますとちょうどねダブルボトムがこちら1万6000円でできているというところが今現状を見れまして今まで下がってきました移動平均線ですねこれはことごとく移動平均線付近もしくは移動平均線の下側でね陽線から陰線に切り替わってレジスタンスを食らっていたというところでございます。ここののね 16, 円のダブルボトムによって1 一旦は、えー、こちら、移動平均線を上回るような上げがございまして、移動平均線も、えー、一旦ね、右下下がりから横ばいに切り替わったというところでございますが、えー、今回ね、ニューヨークダウの方が下げたということで、まあ、金曜日のね、えー、相場が、えー、少し空いていなかったということを考えますと、ニューヨークマーケットを下げたということであれば、再度1万6千円を割るような動きがね、出てくる可能性が非常に強いというところでございます。えー、ということでね、えー、この1万6千円を割ってしまいます と次のターゲットは、ね、最初の月足を見ていただきますと1万4000円ぐらいまで下がる可能性は非常に強いということで1万6000円割ってしまいますと4年前の、ね、こちら少し割り込んで下ひげが出ていたところ、まあ、ほぼ、ね、真空地帯となっておりますので案外、ストンと、ね、1万4000円ぐらいまで落ちてくる可能性があろうかと思います。 えということでね、えー、まずは1万6000円のサポートが入っている状況ですが、1万8000円と2万円には明確なレジスタンスライン、えー、上値が重いラインがございますので、まあ、そこの部分では、えー、戻り売りという形になりますし、1万6000円で今のところね、えー、4時間足ベースでダブルボトムができているというところでございますが、1万6000円の、えー、案外固めのねサポートラインを割り込んでしまったら、1万4000円ぐらいまでは今回の相場、最低でも下がるんじゃないかなという見通しとなっておりますので、まあ、いつね、 下がるかは分かりませんが今回のリセッション相場では1万6000円で底打ちというのはまず考えにくいかなというところでございます参考にしながらね為替の方も見ていきたいと思いますのでニューヨーク日本マーケットね東京マーケットの日経平均こちらも合わせて注目をいただければと思いますこちらもねまた毎週ね解説をしていきたいと思いますのでよろしければ次回もご覧いただければと思います はい。えー、続きましてね、えー、日経平均終わりまして、ニューヨークマーケット、ニューヨークダウンの方を見ていきましょう。こちらをご覧ください。 はい、えこちらは、えニューヨークダウの、えこちらもね、月足ベースということで、非常にね、え長いこと上がっていました上昇相場が、今回の、えコロナ関係の、えショックによってですね、え崩れてしまったかなというところが見て取れます。え今まではね、え基本的にはリーマンショックが終わった後はですね、すぐに、えドル安によってですね、アメリカ経済は回復に向かっておりまして、基本的には移動平均線は、終始右肩上がり、そして、え移動平均線付近で 突き足ベースでございますがしっかりとサポートを受けながら上昇を作ってきたというところが見て取れる形でございます途中、移動平均線を明確に割り込んでしまったところでは先ほどもお話ししましたが中国のバブルの崩壊だとかイギリスの EU 離脱そういったところでねったは下げる場面もあったんですが基本的にはまだ景気拡大がアメリカを中心に続いていたというところで落ちるところはあったんですが基本的には移動 同平均線を割り込んでもボリンジャーバンドの下限ぐらいではねしっかりとサポートが入って上方向に進んできたというところでございましたただねこの2月からの相場でですね高いところでは3万円3万ドル付近からね今は2万ドルを割り込んでいるという形を受けますとまあ3割ぐらいですね一気に落ちてこちらも合わせて4年ぶりの安値をつけているという形でほぼねトランプ大統領が就任してからの経済政策ねこういったところもあったんですがもう振り出しにも 戻ってしまったという状況でございますので、今後はね、どのような形をとっていくかチャートを使いながらね、テクニカル的な解説を入れていきたいと思います。まずね、最終的な局面としましては18,000ドル。こちらはね、まあこのトランプ相場が始まる前にですね、レジスタンスラインもしくはこのサポートラインという形で機能しておりましたので、18,000ドルこちらで一旦はサポートが入りやすいところかなという状況でございます。そしてね、こちらの18,000ドルを割り込んでしまった場合は。 1>, 1万6000ドルこちらが中国バブルの崩壊とイギリスの EU 離脱の、ね、少し前に。 え、サポートが入ったところでございますので、まあ、こういったところがね、2つ、1万8000ドルと1万6000ドル、こちらの2つのサポートがまず存在するかなというところでございます。そしてね、上方向に関して言いますと、まずはね、やっぱり心理的節目の2万ドルですね。こちらは明確なサポートレジスタンスというのがないんですが、やはり心理的節目というところで、2万ドルは一旦は注目されるというところですし、大きなレジスタンスラインというところではですね、こちらは2年前ですかね、まあ、1年ちょっと ちょっと前の年末には非常に下げた局面がありまして、ここ2万2000ドルでサポートがね、下髭ベースではございますが、入っておりますので、ここの2万2000ドルのところではレジスタンスがかなり大きくなるんじゃないかなというところでございます。こちらがね、やっぱりロング非常に取っている投資家が多かったというところもありますので、2万2000ドルの回復に向かうにつれて、この辺りでね、過去2年間でロングを取った方々がそろそろね、戻ってきたんだったら、売ろうかというところの圧力が 非常に多く働くということがございますのでそう考えますとねまあ2万ドルは超えても2万2千ドルをね大きく超えることは売り圧力の関係から難しいかなというところでございますえということでねえ下値の目処としましてはまずは1万8千ドル割り込んだら1万6千ドルぐらいまではえ今回はね行くんではないかというところと上値に関してはまずは2万ドルえそちらはえ比較的簡単に超えることもできると思いますが2万2千ドルに関してはえこちら明確なサポートが入っている分ですね 下抜けした後の戻ってくるところではレジスタンスとして機能するんじゃないかそして移動平均線もね突き足ベースでこれから下がってきますので、まあ、そういったところのレジスタンスを受けながらね戻しても2万2000ドルぐらいかなというね相場が続くと思います先ほどのね日経平均のところでも説明しましたが今金融市場で下げてるだけでございますがこれからね、えー 実体経済の方に影響が波及してくるというところを考えますとね、経済指標の雇用統計や消費者物価指数、こういったものが悪い指標が出てきますと、その都度ね、株式相場が下げるというところになろうかと思いますので、そういったところでは弱気で見ても問題ないかなというところでございます。そしてね、もう少し時間軸を縮めて見ていっていきましょう。 こちらが週足でございますが、今週もね、非常に大きく下げたというところで、とうとう22000ドルを割り込んで、明確に割り込んでしまって、2万ドルですら割り込んで、クローズをしてしまったというところでございます。2万2 0 0 0ドルのね、こちらのサポートというところは一旦はあるんですが、こちらを抜けてもね、先ほどお話し,しました、あ、ごめんなさい、22000ドルにはサポートがあるんですが、こちらがね、抜けて、上抜けしようとしますと、今までの、こちらのロングのね、過去2年間のロングを取った税がですね、 えー、売,り圧く売り圧力が強くなるというところであれば2万2000ドルぐらいが一つの、えー、反発の目安かなというところでございます。えー、時間の経過と,とともに移動平均線下がってきますので、ねえー、移動平均線が今、えー こちらのロウソク足とね、乖離しておりますので、多少の反発はあろうかと思いますが、基本的にはね、移動平均線が下がってきたら、そちらで頭を押さえつけられるような展開が続くんじゃないかなという状況でございます。こちらもね、合わせてなかなか難しいところでございますが、上がったら戻り売りというところをね、考えてショートを取っていただくというところがよろしいかと思います。冷やしの方を見てみましょう。 はい、え、日足の方もね、ことごとく反発したところが否定されている動きが続いております。まずこちらのね、長いロウソク足で反発したところも陰線で消されるというところがありますし、こちらもね、下がっては戻してももう一回下げる。そしてこちらもね、大きな陰線の後に大きな陽線。その後にね、それをすぐ否定するような形でね、陰線が続くという形で、このあたりのね、長い陽線、赤いラインのところでロングを買ったところがね、逆に今回は売り圧力になろうかというところでございます。 2万2000ドルね、えー、超えようとしますと、このあたりのねまず、えー、大きなロング勢が売りが強くなるということで、やはり、えー、2万2000ドルは、えー、上げるのは難しいかなというところと、冷やしベースでね移動平均線はかなり急激な角度で下がっているというところを考えますと、この移動平均線をぶち破ってですね上方向に上がるというのは難しいかなと思いますので、まあ、そう考えますと、ね、やはり上がっても2万2000ドルからまあ、超えても、えー、多少というところになろうかと思いますので、えー、引き続き、えー 癒しベースでもね戻り売りを推奨したいと思いますので参考にしていただければと思います最後に4時間足見ておきましょうこちらね、えー、まあ1週間ごとの、えーえー チャートという形になっておりますが、こちらに関してはね、ほぼほぼ、安値で引けているという形でございまして、こちらの1万9000ドルを割り込んでしまった場合はですね、先ほどお話しました、まずは1万8000ドルを目指す展開が見えてくるというところでございます。これからね、まあ4月から、失業率の雇用統計の発表だとか、あと、消費者物価指数の発表がね、あるところで、ところどころでね、やっぱり下げてくるかなと思いますし、 その雇用統計の下振れ等によってはですね、非常に大きく下げる場面もあるというところを考えればですね、基本的には移動平均線を越えたところですね、ここの要線が陰線に切り替わったところですね、こういったところでは絶好のショート日和という形になろうかと思いますので、引き続き移動平均線付近で要線から陰線になったところではショートを入れていただくと、短期的にもしロングを組むのであれば、長くね、この移動平均線よりか下に下げてしまって、多少の反発があるケースです。 そういったところでは、ね、短期的にロングを入れながら基本的には戻り売りの形で、ね、攻めていった方が効率よく今後は、ね、攻めれるかなというところでございます。まあ、こう考えていきますと、米ドル円は需、まあ、給の関係で、ね、少し株式相場とは相関のない動きをしておりますが、5ドル円やポンド円といった、ね、比較的株式相場と相関のあるものに関してはこの株式相場の動きを見ながらです、ね、ロングにすべきかショートをすべきか。そ と,ところの判断をいたただきいいいとと思います、はいえー、ということでね、えー、ニューヨークマーケット、ニューヨークダウの解説も以上といたします。えー、こちらは、ねえー、結論もう一度復習していきますと、下方向では1万8000ドルと1万6000ドルのサポートがありますが、今回は1万6000ドルぐらいまでの下げは、えー、許容しておいた方がよろしいかなというところでございます。 片や上方向ではね、まずは心理的節目の2万ドル。そして2万2000ドルには今まで過去2年間のね、ロングの溜まってきたところの売り圧力が強くなるというところからね、まあ上がっても2万2000ドルまでだろうというところでございます。まあ自律反発の一環でございますが、まあそういったところでしっかりとね、戦略を取りながら、為替相場をね、見ていただければという形でございますので、参考にしてください。 はい、えー。少しね、えー、長い動画となりましたが、えー、少しでもね、えー、参考になったということであれば、えー、いいねボタンやチャンネル登録、えー、そしてツイッターのフォローしていただければ、えー、大変ありがたく思いますし、えー、モチベーションアップにつながりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい。えー、以上で、えー、日経平均とニューヨークダウの、えー、解説を以上といたします。えー、今週も一週間お仕事とトレードお疲れ様でした。バイバイ。